はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第10回やっていきたいと思います。で、前回海賊バルドのところにいたんですけど、結局イベントがよくわかんないから帰ってきました。あの船長さんに話しかけたら、帰ることができたので、で今回はですね、帰還した後、コメントの方でドミナの町の宿屋に誰かさんがいるよっていう情報をいただいたので、まあ、いるかわかんないけどちょっと見ていきたいと思います。まあ、ここではないよね。部屋を覗いていこう。っていうか宝箱あるし、鶏肉で、あとこっちもあったよね。ここは鉱石売ってくれる人だよね、確か。まあいらない。あとどこだ、1階に部屋があるか。あの鳥がいる奥とかはなんか行けなそうだしね。あ、ここ行けそうじゃん。こいつ、あ、なんかあったよね、そういえば。知らない。友達を助けたい。死んだら魂はどうなると思う？あ、これなんか前回っていうか、前話した時消えてなくなるにしたんだよね。魂はなくならない。今までに何度も怪我をした。魂までは傷つかなかった。この魂がなくなるなんて私は信じない。ガイアに会おうと思う。あれ、サボテン君もなんかガイアのところに行くって言ってなかった？ついていこう。ありがとう。あまり大勢でいるのは好きじゃない。わがまま言ってごめんなさい。ゲッ。コロナがいるからだ。ちょっとコロナ外してくか。じゃあコロナを外してきたので、ガイアに会いに行きましょう。ありがとう。あなたならそう言ってくれると思ってた。一緒に行きましょう。ガイアの知恵。ガイアってどこだっけ？なんかあったよね。話題には出てた気がする。なんだっけ、ガイア。ガイアがいるよみたいなところあったよね。あれか。ちょっと待ってね。一番最初の方だったと思うんで、ドミナ、ガトじゃねえな。ジャングルでもないな。リオン街道か。ここにガイアがいますみたいな情報、なんかあったよね。リオン街道入り口。こいつはブニュ。こいつもう完全にワープ役だな。分かれ道ん？で脇道、ポロンがいる。ちなみに今戦闘オフにしてるんで、こいつはだって今さら戦ってもしょうがないっしょ。ポロンの洞窟ちょやってみる。メニューでエンカウントオン。マップが変わればエンカウントオンになるはずだけど、上か下か。上から行こう。でポロンの洞窟ではないと思うんだよね。いや弱えわ。何、一発じゃ知らない。3発かかる。こいつ格闘系か。え、すげえ経験値持ってんだけど。ポロンの洞窟はまた別なのかな。こいつは全然持ってないよね。パクられた。2とか、いや、いっぱい出てきても40しか持ってねえわ。じゃあいいや。ちょっとここは敵がザコっちいんでエンカウントオフできます。宝箱、針、コウモリの黒焼き、でした。宝箱はまた2つある。険しい瞳。いや、あっち行けねえんだけど。行けた。毒の牙、ポロン。ちょ、いるんだね。前回そのサボテンくんを探すために砂漠に入ったじゃないですか。もうそこで戦闘オフにしたんで。また宝箱、墓場の土とか、なんか嫌だな。こ
ここが最奥か。なんかありそうだけどね。まあ、まだ別にポロンのところは関係ないのかな。ってことはさっき来た分かれ道のところを下に行くんじゃなくて上に行けばいいのか。一回洞窟から出よう。脇道はスルーして、分かれ道をこっち。ミカミックス側とかそんなん。宝箱、あれニキータってどこでボス戦ったっけ。あれ大地の顔ガイアン。洞窟に入ろう。え、じゃこいつか岩だったのか。さあもっと近くへ。はい、お手だ、すげえ。ようこそミカミックス。先ほど君の友人のサボテンが薬の調合法について聞いていったよ。友人になってるけど俺サボテンと友人になった記憶はないぞ。薬やまじないに関してはシルキーに聞けば解決するだろうと伝えておいた。シルキーって誰またわかんねえやつが出てきたんだけど。私の友達が悪魔の呪いを受けて命を落としかけている。助けてあげたい。私はどうしたらいい。その友達が望むことをしてあげればいい。彼女は私に何か求めたりしない。彼女はそれを運命として受け入れる。それを受け入れなさい。あなたはその人の言葉を理解しましたか。理解なんてできない。諦めるなんて弱い心から生まれてくる。彼女は私よりずっと強い心を持っていた。悪魔が彼女を変えた。私は彼女を元に戻したい。今の彼女はもう今までの彼女とは違う。人は自分を自分で決める力を持っている。あなたはそれを知るべきだ。その人はあなたにいろんなことを教えようとしている。それに耳を傾けなさい。ありがとう。もう少し冷静になってみます。ところでミカミックス、君の家の近くに年老いた木が一人いるはずだ。彼も君の力になってくれることだろう。またいつでもおいで子供たち。いや結局シルキーがわからんわ。ちょっともう一回話せんのかな。さあもっと近くへ。もう一回行ってみよう。同じ話だったらめんどくさいけどね。私に分かることなら何でも答えよう。この世界はなぜ存在するか、賢人様にはお分かりになりますか。あなたがその理由を考えるために存在していると言える。はぐらかさないでください。ならば私たちは何のために存在しているんですか。私たちにやるべきことなんて何もないのではありませんか。あなたは謎が尽きたことがありますかな。あなたは常に疑問を持ち、その答えを求めておられる。それはあなたがそのことに意味があると考えるからだ。あなたがそれを欲する限り、あなたの人生には意味がある。思考が思考を生み、永遠に答えが得られるような時でも、あなたは考え、何かを思い、何かを得て新しいあなたになっている。あなたは考えることで何かを感じることで、常に新しいあなたに生まれ変わっている。そうですね、新しい気持ちは何度も生まれたと思います。でも体は衰えていくだけ。寂しいと思いますか。はい。人は死ぬものだという気持ちが湧いてきてとても悲しくなります。あなたには私にない豊かな感情の一つを得た。豊かな感情と言えるほどのものでしょうか。それはあなたが決めてください。またいつでもおいで。いやなんか深い話だ。俺にはさっぱりわからん。で、あれ、どうもありがとう。少し落ち着いたら、それじゃ私はこれで役に立つかどうかわからないけど受け取って。持たざる者の指輪。ガイアの知恵終わり。なんかよくわかんなかったな。結局シルキーはじゃあどこにいるのっていう話だよね。結局わからんかったな。まあ先に進んだのかどうかで、マイホームに多分なんか木があって、そいつが協力してくれるよみたいな、そんな話を言ってたね。どこだ。そうするとこっちから行ってみよう。なんかいる。雑草がいっぱいだ。雑草なのこれ。果樹園。弱っ。経験値も大したことねえな。一撃。道具ばっかだな。果樹園で使えってことか。大きな種、細長い種。
おお。なんか出てきたんだけど。ん？おお。大地にマナを感じる。マナが満ちてくる。お前か。私にマナの恵みをもたらしたのは。雑草排除したら来たんだけど。で、種をあげる。話すなんでもない。ちょっと話そう。我々植物はファディールのマナを組み上げ大気を作っている。すべての源であるマナの流れを担っている。種があればその命の可能性にマナを注ぎ育てることもできる。種を持っているのは私が育ててあげよう。数日のうちに果実が実るはずだ。やってみっか。せっかくだから種をあげる。大きな種、小さな種、細長い種、3つしか持ってねえや。とりあえず大きな種やってみる。え、なにこれ、もう一個選ぶの。じゃあ小さな種。なかなかいい種だ。数日経てば果実が実るだろう。2つ必要なんだ。ブレンドするんだね。てかさ、数日って何？いつ？超謎なんだけど。数日がわからん。とりあえずなんかイベント進んだは進んだけど、進んだっていうか消化したけど、結局何なんだろうな、わかんねえな。もう一回ドミナの街行って、ルリ君でも連れてくる。ルリ君連れ回すか。で、行ってないダンジョン系のアーティファクトをやっていこう。で、さっき手に入れたやつなんだっけ、なんか首飾りとかだったっけ。あ、持たざる者の指輪か。カシの木の指輪3しか、魔法防御3しかないんだけど、これいいよね。10にあるんだよ。でも呪われてるって書いてあるから装備したくないっていう。なんだろう、持たざる者の指輪。他に特殊効果があるのかな。まあいいや、ルリ君連れてこよう。いる。仲間を探している。一緒に探す。いや、せめてなんかどこ行けばいいとか、まあ本人も分かってないからか、どこに行けばいいのかも分かんねえ。とりあえず連れ回す。じゃあ行ってないところ、こっちの方は行ったかな。ミンダス魔法都市ジオ、あ、キルマコ行ってねえな。キルマコに行こう。結構後の方に作ったやつだからね、なんか順番にやってやった方がいいかな。ちょっと待って、どこをどう作ったっけ。後に置いた方が、マドラ海岸行ったでしょ。フィーグ雪原も行ったから、ジャングルとかも行ったよね。海賊船は意味わかんなかったから、あ、ではいいのか。で、ロアもよくわかんねえし、あの結局モグモグ族が買ってくんなくなっちゃったからな。ここでアーティファクトが手に入んなかったら、ちょっと情報を仕入れてなんとかする。あ、キルマコ行ったか。あ、ここあれだ、石になってたところだ。え、ってことはなんかもう行くとこなくね。ちょっと待って、もう一回アーティファクトを見直そう。メキブでしょ、デュマー、ジオ、ロア、レイリス、ミンダス、ホーム、ドミナ、ウルガン遺跡、バルド、ガト、マドラ海岸、ポルポタ、ジャングル、デュオン、ゴミ山、フィーグ雪原。ただのダンジョンはもう行き尽くした感があんな。どうしよう。ただやってないのがポルポタの幽霊事件でしょ。もう全然意味わかんないし。で、あと、なんだっけ、売りつけなきゃいけないやつ。売りつけなきゃいけないやつはもうなんか積んだ感があるしな。あと、シルキーがじゃあどこにいんのっていう話だよね。わかんね。アーティファクトはだってもう持ってないしな。ってことはもうなんか情報収集してやんなきゃいけないから、じゃあドミナをちょっと
うろつこう。何かあるかもしれない。お、なんかいる。モンスターのヒナがいる。あれは獣ヒナだな。野生のヒナがこんなところにいるなんて珍しい。ラッキーだね君。こんなチャンスはめったにない。というかもう二度とない。捕まえてみな。え？ヒナって何？ヒナはモンスターの子供。成長してちゃんとしたモンスターになる。成長したモンスターは普通攻撃してくるだけで人に懐くことはない。ヒナの時から飼って育てると飼い主に懐く。獣ヒナ。成長した時の種類。ヒナは大きくなるまでどんなモンスターになるかは正確には分からない。みんな似たような姿をしている。ただ少しだけ違いがあるからどんな系統のモンスターになるかは分かる。経験を積めば10種類以上見分けられるようになる。捕まえてみよう。ちょっと待った。闇雲に近づいてもダメ。慎重に、そして油断を誘うように行動する。どういうことだよ。正面に立たない。怯えたヒナはものすごい勢いで逃げる。ヒナをよく見ること。今何を考えているか不思議と分かる。そんなことある。食いしん坊。餌を見つけると夢中になって食べ始める。お腹いっぱいになると寝る。そうすれば楽に捕まえられる。ヒナの視界に入らないようにしているといなくなったと思って油断するから捕まえやすくなる。じゃあやってみよう。これを使いな。サイコロイチゴ。鈴ぶどう。イカレモン。餌を置く。ペット牧場。ちょっと変な友達で、イカレモン。あれ何を言ってんだ。下。これ矢印何。こっちに注意が向いてるよってこと。ほら。え、なんか捕まえられないんだけど。どういうことだよ。いや捕まえてよ。なんか見つけた。ちょっとやつの視界に入るのやめよう。でいろんなところになんか置ける。今下に注意が向いてるでしょ。でこっちでしょ。いやなんかわかんない。おお食ってる。寝ろ。あ寝てる。ヒナゲット。ヒナをお届け牧場に。回収しよう。安心しな。モンスターのヒナはペリカンが牧場まで届けてくれる。俺たちも牧場へ行こう。ペット牧場。ここは君の家の敷地内だ。来たことがあるだろう。ここは牧場。モンスターを3匹まで放しておくことができる。モンスターは放牧していくと少しずつ成長する。放牧しておいた方が仲間として楽しいモンスターに育つ。捕まえたばかりのモンスターはあの小屋の中。小屋の中に入ってみよう。ペット小屋。ヒナを捕まえたらここで育てる。冒険の最中たまにヒナを見つけることがある。ヒナを見つけたらゲット。モンスターは最大5匹まで飼うことができる。すでに5匹モンスターを飼っていたらどうするか。その時はどれかを売ってしまえばいい。売るのは好きなやつっていうか嫌いなやつだな。ダメなやつ。モンスターの買い取りは道具屋のジェニファーがやってくれる。結構しぶちなんだあの人。でもモンスターを買い取る物好きは他にいない。捕まえたヒナは数日と成長するっていうか数日ってどういうこと。ああれか。どんどんさサラマンダーの人が変わっていくからそれで1日経ってるってことなのか。冒険に連れていけば成長して強くなっていく。頼もしいパートナーになる。餌の与え方で成長の仕方が変わる。餌にどんな果実や肉をあげるといいかいろいろ試してみるといい。成長してレベルアップするときに食べるから放牧するか一緒に連れて冒険しないと餌箱は空にならない。とりあえずそんなところかな。頑張ってな。いやそう言われてもな、ルリ君がいるしな今。ペット牧場終わり。とりあえずさ、果実園とペット牧場が解放されたけど物語的には大して進んでないからね。ちょっともう一回ドミナの街行こう。
これほらウンディーネに変わったから、これで1日経ったってことか。ヌビエル、頼りにしてもらうのが私のためにもなります。え、こいつはただこういうのを教えてくれるだけ。この町だけ人物について聞きたい。ルリジェミっていうんだこれ。教えてくれた。てか本人を目の前にして言うか。メイメイ占い師、ユカちゃん宿屋、道具屋のマーク、その妻ジェニファー。マークとジェニファー毎日交代で家に立っている。ジェニファーは一日中外でおしゃべりしている。いや、わかんねえ。もういいや。酒場のレイチェル。今はすっかり無口になった。なるほどね。だから喋んないのか。なんか理由があるのかなって思ったけど。いや、もうないわ。こっちも行けないしな。オルガンは弾ける。うまい。こんなにうまかったんだ。出よう。お、なんかボイド警部のことが聞けるようになってる。仕事、サンドラの予告状が来た。青い瞳をいただく。青い目の人物を見たらすぐ報告するように。なんだっけ、ジュミか。ジュミがいるかもしれない。チミたちも十分に注意してくれたまえ。これ何これ。別、幽霊とは別人魚。ちょっと適当にやっていこう。踊り子、灰色、衛兵。調べてみる。行ってしまった。別の話が進みそうだな。幽霊とはちょっと関係ないんじゃないか。しかも衛兵どこにいたっけ。いなくなってなかった。奥だよね。こいつらの瞳の色なんていちいち覚えてない。入り江になっていたけどいなくなってるよね。どこ行ったんだよ衛兵。お、いた。俺は帝国軍兵トーマ。沈没船の原因を調べてる。何か知らんか。東四郎が海を舐めたら痛い目に遭う。そうそう、そうかもな。本当かどうか知らないけど、ザル魚ってやつが海で起きたことなら何でも見えるって言ってた。ザル、シーサイドホテルにいる。踊り子にお熱だからな。ありがとう、行ってみるよ。警部はどこ行ったんだ。まあいいや、追ってこう。なんか幽霊の話が進んでるんだかさ、これはルリの話なのかちょっといまいちわからん。幽霊は幽霊でまだ出るしね。あれ、あいつ来てねえじゃん。あ、ペンギン野郎に話さなきゃちょっとダメなのかな。フラグがわからん。ザール魚、ふざけた名前だ。君君、真下前。わしはこういうものです。ボイド警部、有力な情報をつかみました。沈没した帝国船とホテルの幽霊にまつわるとのことです。ああ、やっぱ話はあれか、進んでんな。トーマ、これであの魚のとこ行けばいいのかな。ラウンジ取り込み中。
帝国兵士トーマン、沈没船の原因を調べている。知らない、慣れ慣れしくしないでくれ。大金持ちなんだってすごいね。ものすごい宝石を相続した、見せてくんないかな。青い瞳、海で起きた出来事を全て映し出す不思議な宝石。その宝石見せてくれ。やだ、私も見たいわ、青い瞳。いいよ。すごーい、これは書くか。え、てかさ、これルリ入れてなきゃダメなの？今回の我々の使命は最強の火器兵器の入手である。ポルポタに手がかりがあることが分かった。目的のためなら武力行使もやむなし。健闘を祈る。各自持ち場に。トーナ隊長、大変です。前方に海の魔女が現れた。まずい、心を強く持て、歌に聞き入るな。あ、そういう系、セイレーン系だね。これどういう症状？海の魔女にやられた。なんだかかわいそう。漁協、我々の死の真相を、青い瞳を渡せ。帝国船の幽霊、青い瞳を。幽霊走ってる。莫大な遺産について質問がある。もう遺産なんかない。例の幽霊が持っていった。何？サンドラ、おそらく幽霊もやつ。幽霊事件を解決してくれてありがとう、アストリアギ。いや、てかアーティファクトもらえないとさ、ちょっと先進めねえんだけど。とりあえずクリアはしたけど。なんか作れるかな。まあいいか。とりあえず今回全く戦闘とかしてないんだけど、ちょっとイベントがもうわからなくなって、来たんで、まあこういう時は初心に立ち返ってマイホームとかドミナの街とか、ちょっと街を少し探索してから、次回やっていきたいと思います。というところで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。